旅へ出て、あんまり心持ちの悪い時はちょっと飲むといいっておっかさんが言ってたぜ。なんでおばさんは僕がくれないんだろう。だから僕あげるよ。おっかさんは悪く思っちゃすまないよ。みんな落としてしまいました。ねえ、どうなの？
今聞いたばかり、四つの詩編の歌を歌ってくれていましたので、詩編のは150個ありますので、その中では多分23番の一番人気な詩編だと思います。主は私の羊飼いです。皆さんは羊の面倒する経験がないと思います。東京のアパートは東京のマンションが面倒する場所がないと思いますので、私はニュージーランドの小さい時はニュージーランドの牧場に住んでいました。そしたら羊面倒の経験がありました。いろんな動物が面倒してましたので、牛がおとなしいでしょうね。あんまりすごい穏やかな性格を持っていますので、馬はちょっと神経タイプでしょう。ちょっとわがまま。ヤギはすごい頭がいい。ちょっと賢いの。すごいヤギが。羊は頭が良くないと思いますので、あまり羊の目、ヤギがすぐにあちこち道が分かっている、見失っている、すぐに戻ります。大丈夫。あんまり心配しない。羊が群れから離れて何もできない。それが問題です。もう一人で戻るもできない。迷っているが、どうするかというようなタイプです。イエス様が、私は良い羊飼いです。皆さん探しに行きます。連れに戻ります。と聖書の中でよく人間は羊のようなものだ。というのは、私たちが共同体、群れが必要です。離れば不安になります。道迷います。どうしたらいいですか？わからない。だから私たちが共同体、グループが必要です。私たちが羊飼いも必要です。習うこともあります。だからイエス様が、私は良い羊飼い。神様が私たちの面倒してくれる。いつも呼んでいます。戻ってください。一緒にやりましょう。だからそういうような主は、私はヤギではなく、馬ではなく、牛ではなく、羊のようなものだ。そのように言われる。お互いに必要です。そしたら、習うこと、先生も必要です。そしたら、私たちがうまく進むことができますように。じゃあそのように本当に今はそれ感じました。私たちが羊の群れです。私たちの良い先生が、良い羊がいっぱいあります。ここもあります。ここもあります。ただ神様もあります。じゃあそのように、ありがとうございます。
Thank you.
にもございました。まだまだなんか落ち着かない世の中ですけども、皆さんお元気でお過ごしください。また